こんにちは、エスコン魂です。今日はエスコンフィールド北海道で行われたキャップデイ、そしてそれに合わせて販売されたキャップについてご紹介していきたいと思います。そもそもキャップデイって何？という方もいると思いますので、簡単に説明していきたいと思います。キャップデイとは7月1日に開閉式屋根を開けて行われる公式戦開催に合わせて、キャップがあれば青空と観戦をもっと楽しめるをテーマに行われたイベントのことです。残念ながら天候不良により7月1日は屋根を開けることができませんでしたが、7月2日に屋根を開けることになったので、2日続けてキャップデーとなりました。当日はエスコンフィールド内の全スタッフがファイターズのキャップをかぶっていました。案内する人、飲食店の人、球場内スタッフ、バスの運転手など、エスコンフィールドに関わる全てのスタッフがキャップをかぶってイベントを盛り上げていましたね。そしてエスコン内のフラッグシップストアでは6月30日から新作キャップが入荷。それまでに販売していたものを合わせると、その数なんと150種類以上が店頭に並ぶという豪華さ。すごくないですか？この種類の豊富さはもう帽子専門店レベルです。こちらの商品はフラッグシップストアの2階にて販売されていました。店員さんに聞くと、前日一気に100種類以上の入荷があったそうで、とても驚いていました。本当に数がすごくて、球団のキャップデイに関する本気度が伺えました。いろんなバリエーションのキャップがあるので、老若男女問わずお買い物が楽しめると思います。私もこの中から一つ気に入ったものを買って2日間つけさせていただきましたよ。ただこれだけのキャップの数に対して、フラッグストアでは鏡が少なかったので、もっと鏡があってもよかったかなと思いました。試合中は三塁側やレフト側にかけて日差しが入っていましたので、そちらに座る方はルーフオープンゲームの際はキャップがあるといいと思います。もちろんどの座席でかぶっても観戦を楽しめると思いますよ。多分今シーズンはもう何試合か開けてくれると思いますので、ぜひ観戦予定の方はファイターズのキャップ購入を検討してみてください。かっこいいデザインが多いので普段使いでも問題ないと思います。私もすでにお出かけの際に使用しています。販売はフラッグシップストアだけではなく、コカ・コーラゲート横のショップや球場内のワゴン販売でも売られていましたので、ぜひ参考にして購入を検討してみてください。なお一番種類が豊富に揃っているのはフラッグシップストアです。ちなみにフラッグシップストアの前にはキャップウォール、キャップの壁が設置されていました。こちらなかなか面白い演出ですよね。ここは写真スポットにもなりますし、キャップを購入する際の参考にもなります。いろいろと楽しめそうですね。それからファイターズキャップの写真をツイッターかインスタグラムにてハッシュタグ F キャップをつけて投稿すると、エスコンでの試合ペアチケットが当たるようですので、ぜひこちらもチェックしてみてください。以上、キャップデイやキャップ販売についてのご紹介動画でした。いかがでしたでしょうか？今日の動画が良かったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。